はい、皆さんこんにちは、モロトフです。リムワールド極寒サバイバル続きをねやっていきましょうか。以前ね、枯葉船がねこちらにいますということで、今回ねこの枯葉船ぶっ壊していきたいですよね。800の体力はまだあるので、我々ね迫撃砲をねどんどん作っていこうかなと思います。迫撃砲をね作るためにはスチールがね必要なんですけど、それがね今足りない状況なんだよね。なので一旦ねコロニーゾーン指定だったんですけど、これをね通常ゾーン指定に変えていきましょうか。そして、ね、皆さん寝ているんですけども、ほんと申し訳ないんですが、ここにねどん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 集めると、そしてねこのスチールをねどん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 ゲットしていこうということですね。まあ子供たちも一生懸命ゲットしてほしいですね。あとはプリティさんもねぜひゲットしてほしいと。それ以外ピートさんもね行っちゃってもいいんではないでしょうか。ただしねリンさんとユッテさんはねまだね体調が万全ではないんですよね。こちらインフルエンザ軽度の免疫がついたということで、こちらねリンさんも同じような状況ですね。さあそれでは皆さん続々とね外に出てくるんではないでしょうか。あとねあちらの枯葉船が壊れた時に機械化カマキリがね襲ってくるんですけども、その時ねここ塞いでないとここからね来ちゃうよ問題がありそうですね。あと細かいところで言うとトラップね完成してますので作っていきましょうか。こんな感じかな。でここにあるトラップは多分ね引っかからない可能性があるので、できるだけねこっち側に寄せていきましょうか。そしてこれなんかもここにね寄せておけばね当たる確率がマシマシになるんではないでしょうか。あとはジャスパーさんね今寝てますけども、今ね貿易商が来ているので、こちらねトレーダーの対応してもらいましょう。さあどんなねトレーダーなんでしょうかと思ったら、基本的には動物ですね。あいいな、メンドリオンドリと書いてますね。卵がゲットできるんだろうな、この2羽を買えば。さあ我々として売れるものとしてはそれ以外の動物もいるのか。あとねハスキー犬とかラブラドールレトリバーがいますね。彼らはね肉食なので、こういう奴らのねためにね死体をね取っといているという状況になっております。まあとはいえども我々ね売れるものはあるんでしょうか。なかなか売りたくないものはたくさんあるんですけどね。さあ今回もねボロボロになった 50% の服があれば、それを積極的にね売ろうかなと思うんですけど、なかなかないね。こちら布製のねズボンですけども 5.79 ドルか。シルバーね。はい、それ以外は結構ねみんな新品なんだよな。なかなか難しいですね。たくさん服は作ってるなっていう印象はあるんですけども、強いて言うならばこちら 1×2 のねテーブルですね、遺跡から拾ったやつ、これはね売っておきましょう。それ以外はないですね。あとは面白いところといえば毛皮ね売れるんだよね。だからスランボの皮ってやっぱりめちゃくちゃ高いんだね。これ一気に売ると1000ゴールド以上になりそうですけど、やめておきましょうか。さすれば、オンドリぐらいしか買えないんですけど、それだとね、卵産まないので、今回はね、この取引だけにしておきましょう。さあ、そうするとね、ランさんが玉を運んでおります。これでね、3つのね、迫撃砲ができましたと。もっともっと用意する必要があるので、皆さん帰ってきましたね。さあ、チャーミーさんも帰ってきて、リンさんも帰ってきた。これでおそらく、スチールは十分になるので、改めてね、コロニーゾーン指定しておきましょうか。そしたらばジャスパーさん申し訳ないんですけど、こちらねサクッと作ってもらいましょうか。リンさんねあまりね動く必要はないとは思うんだけど、ちゃんとねこちらのスパイクをね配置してもらいたいですね。さあマットさんはね食事を引き続きね用意してくれているぞと。さあドアもね作られましたよと、リンさん持ってってくれましたね。はい、そしてたらばランさんは迫撃砲引き続き作っているけど、お、やった、メヤギですね、出産した2匹目だ、結構増えますね。そしたらばやっぱりねこちら家具で作ってきたよね、簡易的な小屋。これね石灰岩が今ねたくさんあるので、石灰岩のね材質に変えていきましょう。そしたらばドズセロンさんですけど、やってくれるね、ぜひやってもらいましょう。引き続きこれもね合わせてやってもらいましょう。さあそうするとランさんが5個目ですね。もっともっと作ってほしいんだけど、でもそろそろジャスパーさんお願いしちゃおうかね。
一気にね、迫撃砲やってもらいましょう。多分ピートさんもお願いしちゃっていいんではないでしょうか。ユミさんもね、確か射撃大得意だった気がするのでやってもらいましょうか。さあ改めて3人ですね、2発ずついけるとは思うんですけども、なんとかねお願いしたいところです。そしたらば、はい、行きました。ジャスパーからの一発ですね。どんどん行きましょう。よいしょと。外れるんだよな。結構外れていく。あ、今撃ったね。いけないね。外れてる。こいつに当たったのかな。うわ、当たった？当たってる当たってる。よしよし。600になったかな。もう少し。まだ今、弾込めね、最中だとは思うんですけども、行きましょう。よしよし。あっという間に弾ね、なくなっちゃうんだよな。さあ、行った行った。ぜひね、命中してもらいたい。おいしょと、当たったね。これで400か。ほうほう、200ずつね、減っていくよっていうことがわかります。そしたらば、もう一発行きました。よいしょと、行ったね。200。あと一発じゃん。よしよしよし。頑張れ頑張れ。と思ったら肝心なね、弾がないので、ランさん寝ちゃってるんだけど、ちょっとね、頑張りましょうか。ここでね、頑張るのはね、なかなか危険ですよね、ということなんですけど、なんとかね、2発ぐらい作ってもらえるとね、幸せになるんではないでしょうか。はい、作っております。そして気になるのはね、コンポーネントの数ですけど、現在ね、31個ですね。そしたらば、ジャスパーさん行っちゃう？ね、ぜひやってもらいましょうか。そして、ジャスパーさん上行くんだよな。うん、なんかね、屋根をね、こう、つけたりね、修理したりしているっていう状況だと思いますね。そして2発やってくれましたね。まだまだランさんいけそうですということですね。それでは、もうね、これで崩れたらいいなと思うんですけど、行きました。いけ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 、どうだどうだ、ちょっとずれてる。やった！やりました！そうすると来るぞ。ちょっと待て、来るぞ。さすれば皆さんね、配置つきましょうか。リンさんは接近系だよね。行かせない方がいいか。ね。皆さん元気な人、こんな感じで行かせましょう。ユッテさんもね、行かせちゃってもいいかもしれないですね。で、ランさんはもともとね、戦闘が得意でないので、やめておきましょう。このタイミングで、これはね、ストップということになります。さあ、ランさん戻ってきておいでということで、寝ちゃった方がね、そうですね。いいですね。さあ、来るぞ来るぞ。トラップの配置ですけど、一応ね、準備万端と言ったところですね。ユミさんも来ますよ。そしたらば、こちらね、機械化カマキリですけども、ゆっくりゆっくり来ます。まあね、早送りしちゃいますけど。そうすると、ここまで来るんですよね。よいしょと、こんな感じですね。うん。さすれば、皆さんね、ここで待機しているので、じゅんぐりじゅんぐりね、配置していきましょうか。あんまりね、肉弾戦に持っていきたくはないんですけども、一斉射撃ね、欠かさないと思うんですね。そしたらここかな。こんな感じでしょうか。チャーミーも必要か。うん。チャーミーここにしとく？はい。さあ、来た来た来た。早速ハマってくれてます。一匹ぐらいね、ここで倒せると思うんだけど。いや、ごついね。中、を倒した倒した。よしよしよし。お、いいね。まんべんなくトラップはね、かかっているんではないでしょうか。はい。そしたら2匹ですね。一気にいけいけいけ。ちょっと連続な感じはしますけど。いけるんじゃないの？いけいけいけ。こいつ当たんない当たんない。なかなか難しいね。はい、当てました。こいつがちょっと元気な感じがしますけど、一気にね、当てていきましょう。当てましたね。いやー、楽勝なんではないでしょうか。ね、ゆっくりゆっくりね、遅れてきました。あ、あと2体いるのか。そうかそうか。なんとかね、やっつけていきたいなと思います。さあ、やっつけますよ。油断はね、できません。リンさん途中で中に入ってくるこのセンス、どうなんでしょうか。ちょっと危ないですね。リンさん戻りました。ね、当然ですけども、リンさんね、戻って寝てほしいですね。そしたら最後の生贄が来るぞということで、うん。ここら辺にはね、もうトラップがないので、これはね、一回解除ということにしておきましょう。やっぱりさ、こちらね、アドバイスいただいた通り、このね、バリケードを引くことで、非常にね、我々ね、攻撃がね、滑らかになりましたよ。さあ、いけいけ、集中砲火を浴びせて、ノックダウンですね。やりました。さあ、そしたらば、元の生活にサクッとね、戻していきたいと思います。タレットね、オフにしておきましょう。そして人間の行動ですね。基本的には通常にして、あとはマットさんだけね、無制限にしておくと。そしてね、メカもね、忘れずにということで、無制限でね、いいんではないでしょうか。そして服装ですね。
皆さんね、作業服に変えておけばもうバッチリだということになります。さあここら辺ね、やっぱり我々の火力ね増してきたんでね、壁なんかどん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 ぶっ壊れるんですよね。そしてこのねカマキリのやつらなんですけど、これねスチールが取れるね大事な原料になりますので、このまま放置しとけば解体ねしてくれると思います。さあメカノイドですけど、久々に外に出ますね。有機物、廃棄物がね溜まっているんでしょうか、ここに捨てていきます。うん、そろそろ肉食のねペットが欲しいなと思います。で今後なんですけど、ここねサクッと石灰岩ねやってほしいですよね。石灰岩ですけど取ってねと指示は一応出しているんですが、違うやつ粘板岩ちょっとやめておこうかな。積極的にとりあえず石灰岩をね先ね取ってくださいとしておきましょう。あとはこちらね枯葉線の残骸を見ていきましょうか。結構貴重なのがねありそうなんですよね。はい、先進コンポーネンツ、これめちゃくちゃ貴重じゃんね。プラスチール、これ腐らないから一旦ここに置いておこうかなね。コロニー内に入れとくとね資源として価値があるので、ますますね強い敵が来ちゃうと思うんですよね。さあさすればピートさんですけど、これ持ってきてねと。それ以外はどうしようか、プリティにお願いする。これプリティ持ってきてねと。このスチールは罰でいいかな、ちょっと距離があるので、どうしてもっていう時にね取ってくるということにしておきましょう。さあさあ皆さんありがとうございます。お、やったね、メカノイドもここにねちゃんと入ってきました。そしてね迫撃砲ね、こちら出しっぱなので、後でね戻してもらってもいいっすかね。はい、そして気になるのは食料ですね。食料おかげさまでまだあるか、特に米もあるしね。あとこれね燃料は必要ないんで電源をね切っておきましょう。うん、さあ皆さんね、今ブロックとしてはまだねこちら石灰岩があるので、ぜひね下のを作ってほしいんですけど、ちょっと遠いのかな、遠回りになる感じはしますけど。はい、そしたらリフター君がね来ました。そしてお、リフター君どこ行くの。あ、これねさっきのトレードでねゲットしたお金なんですけど、取ってきてくれたよということですね。あとはこちらの畑を見ると牧草ですね、 62% かなり時間かかっているな。うん、そしてペットのねフードですけど大丈夫なのかな、日持ちめちゃくちゃしますね。あと気になるところで言うと赤ちゃんですね、子ヤギ、これね設定していきましょうか。あとはどれかなというとこれでしょうかね。はい、やっておきましょう。はい、そしたらまたね貿易商が来たと言ってるぞ。やってた、ジャスパーさんちょっと行ってみましょうかね。いろんな貿易商がね我々の周辺をね通るということになります。あれ、これ前回と同じようなね動物持っている人たちですね。我々のシルバー65シルバーですね。このまま売れるものといったら引き続きなんですけど、あんまりないんだよな。うん、なかなかね歯がゆいなと思います。ここら辺の服もね特にボロボロになってるわけではないし、さっき取ったメカノイドなんかも売れるわけではないので、ちょっとね待っておきましょうか。うん、残念。さあそしてジャスパーさんが動き出したと。ほい、ここら辺ねサクッとねやっぱりやりますよね。あと何気に気になるところはこれか、スパイクトラップね、粘板岩製のスパイクトラップないといけないか、やっぱり取るかね。ちょっと優柔不断な感じになってますけど、敵からね攻撃されちゃうとやばいんで、取っていくという指示にね変えていきましょう。積極的にねどんどん取るぞということですね。ここら辺もよいしょと、うん、こんぐらい取っておけばねいいんではないでしょうか。よしよしよし、ここら辺もねだいぶ作られてきました。おっと、そしたらば太陽フレアですね。これがね長引くとねいろいろね作物が腐ってやばいんですけども、今回はねここまでにしたいと思います。続きはね見たいと思う方いらっしゃったら、ぜひいいねボタンでお知らせください。またねチャンネル登録よろしくお願いいたします。それでは。Me. We're on the way to New York City. Take my hand and see. Manhattan never looked so pretty.